おはようございます。おはようございます。お願いします。はい、よろしくお願いします。これずるくない2人なんですか？このインパクトある T シャツ。インパクトですか？やっぱここ出だしがどう？これ何の T シャツ？これはジョージですよ。ジョージ誰、はい、ジョージ。ガチャガチャのジョージさん、はい、ガチャガチャのジョージさんってまだ情報が全くない。ですね、これジョージさんね、ありがとうございます。これ殺人ピエロや、イットのね、あの殺人ピエロ、ペニーワイズです。ちょっと顔似てるでしょ、ね、似てる。お前似てるわ。わかるかな。でもこのノリで着てきたんでしょ、ジャスミンさん。これこんな感じのノリで着たんでしょ。なんかひどいだけな、もうちょっと。いやいや、やっぱこうなんか綺麗ね、素材がいいんで。素材がいいんで。いや違う違う、素材の問題か。デザイン関係ない。いや、ジャスミンさんそんな全部見てるから、ね。ああ、やっぱり。全部わかってるから、ね。着てるもんとかね、見る。めちゃくちゃ見る。もう全部。顔も見るけど。顔も見るし、中身も見るからね。中身心の中身まで全部見てるから。中身も見る。お金持ってるかどうかみたいな。そこ大事。ジャスミンさん、どっちがお金持ってそうですか？お金どっちも持ってないな。はい、まあ、それは正解。それは正解なんですけど。ほら、こと。僕、月収8万あったんですよ。先月。金持ちや。おごってもらおう。僕、去年12万ありました、ね。去年12万、今年は、はい、去年のマックス。今年はまだ3万ぐらいですけど、ね。なるほど、なるほど。絶対嘘ついてますよ、こんな。あ、ほんと？もうめっちゃバイトしてますから、これです。あ、バイトで稼ぐ？こんな嘘ばっかりついてるんですよ。いやいやいや、お笑いのね。お笑いのね。あ、はい、あ、お笑いの、はいはい。いや、そうです。いや、ちょっと聞いてほしいんですけど。なになに？いや、あのね、僕あの、お笑いやっててね。はい。心に残ってることってあるじゃないですか。例えば師匠の言葉とか。あ、はい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 、あるじゃないですか、うんうん、僕2つあって、うん、でちょっと聞いてほしいんですけど、うん、1つが聞く言うてるやん。いや、ちゃんと聞いてるから。聞いてるよ、一応聞いてるよ。あの1つ目がね、ライブの平場ってあるんですよ、うん、こうみんな自由に喋っていいみたいな、うんうん、そんな時はあの滑っても MC のせいやからどんどん前に行けっていう、うん、セリフが1個あるんです、はいはい、だから、はいはい、もうなんか、ほんまに MC 乗せてるわけじゃないんですけど、うんうん、そんな気にせずとにかく前に行って滑ってもいいから前に行けっていう一つの教えと、うんうん、でもう一つがですね、うん、この花井さんが言っていただいた、うん、5、6年前に言っていただいた言葉なんですけど、うん、昔僕あのよく登山行ってたんですよ、はいはい、で毎月登山行ってて、うん、であのツイッターに載せてたんですけど、うん、それを見た花井さんが、うんまあ、なんかこの間その登山載せてたけど、はいはい、なんかあのおもろいことあったんか、うん、言われて、うん、いやいやまあまあ楽しかったですって言ったら、うん、それじゃあかんやろ、うん、はあはあ、芸人なんやから遊びで行くなと、うん、なんかネタ作ってこいって、はあ、でそこであっってなって、うん、確かに、うん、もう芸人なんやから常にプライベートも芸人でおらなあかんなっていうのがこの花井さんからいただいた教えをほんまにこうずっと僕、はあ、あの胸に込めて生きていたんです、うん、それからずっとちゃんとそうしてる？そうしてます、うん、だからライブ出る時ももうできるだけ前に出るようにしてるし、はあ、遊びに行く時もなんかトークつなり、例えばやってたんが昔よく毎日メロンパン食べてたんで、うん、登山するときはあの頂上でメロンパン食べたりとか、うん、毎日メロンパン。まあそっちが気になります。なんでまあそんなんやってたんで、うん、何かしらそういうのやってたんです、うん、でそれ5、6年前なんですけど、うん、ついこの間花井さんがね、はいはい、ツイッターで竹田城って知ってます？竹田城知ってるよ。あの天空の城ラピュタのモチーフになった場所、あそこに行ってきたこう綺麗なね、うんうん、動画を載せてたんですよ。うんうん、そうそう、綺麗な動画をね。で花井さんにその後会って、はいはい、花井さん、あ、行ってきたんですね。お行ってきちゃえ、一人で行ってきたわーって、すごいじゃないですか。うん、あ、なんかありましたって言ったら、はいはい、寒かったって言ったんですよ。どうや、どないや。いや、じゃあ花井さん、花井さん、ちゃいますやん。なんかおばあちゃんが例えば倒れてたのを助けたりとか、うんうん、なんか事故が起こったり、事件が起こったり、うんうん、いや、そんなない。何もなくて。なくてって言って。それはどうして？何がすか？何がすか？景色を。いや、ジャスミンさんもね、あのこれね、これ分かってほしいんですよ、はい。まあ、もう言うたかもしれません、その何年か前にそんなこと。はいはい、ただ、あの雲海を見たら、そんなちっぽけなことどうでもいい。なるほど。一回見てください。あの雲海の素敵さ見たら、そのおもろい話とか、そんなしょうもないこと、いや、現れるよね。ただただその景色の中に自分がいる、それだけで十分なんですよ。これ、はい、どうなん？いやいや、僕ちょっとがっかりして。だからあの時の僕は、だからもし言うたとしたらね、はい、それ多分ね、それもこの子特有の多分嘘ついてるんですよ。いや、嘘なんか今僕記憶にないんで、特有のこの子基本嘘をつく人なんで。いや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 、もう本当に。
方々の女性にもね、こうやってずっと嘘をつけてくるタイプの男なので、ただ仮に、まあ、はいはい、その時なんかもう僕が頭打ってたのかなんかでそんな説教じみたこと言うたとしたとして、あの頃の僕は竹田城で死んでますあの雲海を見たらもうみんな死んでいきますなるほど、それぐらいよかったと、それぐらいのことです。なるほど。ほんでね、僕その言葉すショックじゃないですか、師匠に言ったことを、ね、で違う先輩に相談したんですよ、うんうんうん、こんなこと言われて、はいはい、ちょっと思いますって言ったら、うん、その、まあ、あの DNA 池上さんって先輩なんですけど、はい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 、いや今なあの時代は、うん、ちゃうねんと、はいはい、今はもう楽しいのだけ乗せていい時代やねん、うん、そんな時代なんや、そうですそうです、うんうん、って言われて、だから今はもう時代が変わったんやなって、そういうことか、はい、ジャスミンさん、ごめんなさい、ちょっともう僕もさすがにもう言うて言わんとダメなことがいくつかあったんでちょっと言わさせてもらって、ジャスミンさん、今この僕らの関係性ってはなんとなくイメージつきます？うんうんうん、なんとなくな、でしょ、完全に僕が先輩の感じになってるでしょ、うんうんうん、なってるね、同期なんですよで、もっと怖いのが、もっと怖いのがね、その DNA 池上っていう男も同期なんですよ、はい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 、こいつはナチュラルに全員を先輩に立てあげるっていう嘘をね、今つきながら、いや、嘘じゃないですよ、だからなんでこんなバレる嘘をつくのかが僕わからないんですよ、同期なんや、同期なんですよ、同期じゃないですよ、同期じゃない、はい、なんて言ってるよ、いや、ちょ、もうほんまに、いやいや、まじで、これ怖いことですよ、だ同期でいいですよ、同期でいいですよ、同期なんですよ、同期、うん、ずっと同期なんです、はいはいはい、その同期の人間のことをあたかも先輩かのように、はい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 、言うでしょ、ね、ずっとこのね、彼はね、もともと吉本で、うんうん、あの芸歴がスタートして松竹に入ってきたんですけど、はいはい、その時からもうそこを芸歴のスタートに変えたんですよ、なるほど、っていうことによって、ね、ずっと可愛がられたい、怒、はいはい、ってもらいたいそんなこと、ちょっと待って、計算してる、それ全部計算なんですよ、じゃあそうやって、うん、方々の女性にもそうやってくるから、悪いやつやな、そうなんです、ジャスミンさん、じゃあ A という店で占いで働いてました、うんうんうん、B の店に移転しました、はい、じゃあ何年目ですか、いや A の時からやろ、ほらあれはい、ありがとうございました、いや、ありがとうございました、そうや終わらない、いや、そうですか、いや、でも何年目ですかって聞かれたら、いやいや A の時からや、うん、あ、そうですか、うん、でもその B の店からやめよう、全員に聞いたってそうなるからもうやめよう、そうですか、ありがとうございます、でね、後半にもやりますいやいやそれはね、もう下、まあ、そんな数え方なんで、うん、人それぞれじゃないですか、ありがとうございました人それぞれです